最高裁前、正門前に参りました。私たちは国立、大学通り警官市民の会、と各地域から来ました警官環境保護推しの市民団体のものです。今日は私たちは2時半から、西門の方から入りまして、最高裁判事の皆さん方に行政行動をしに参りました。その前の時間、この最高裁正門前をお借りいたしまして、昨年12月に出されました高等裁判所の判決、これは私たち市民の警官保護を願う市民の願いを受けて、公約に沿って住民自治のために献身した上原寛子元市長に利子付きで4300万円もの損害賠償金を支払うように命じた高裁判決、この不当判決をどうしても最高裁には破棄してもらいたいという願いでもってこの場所に、参りました。ぜひどうぞ最高裁の司法の真っ当なる判断、高裁の棄却をお願いしたくこの場に立っております。私たち、市民は最高裁がこのような不当判決を破棄されるよう次の3つの点で主に訴えています。1つ目、上原元市長の行為は私たちの警官保護の市民の意思を背景としたものであり、元市長個人が決して一人で賠償を負うのではないということ、それはあまりにおかしいということを分かっていただきたいと思います。2つ目に、地域での私たちは東京の西部国立市から来ましたけれども、地域での合意による住民自治の歴史を否定するような判決を出さないでほしいと思っています。3つ目には、もしこれが万一判例になるようなことがあれば、全国の首長に波及するものになります。市民の意向を受けて首長は行動する、そのような首長は決して出なくなってしまう、萎縮してしまう、地方自治全般に関わる由々しき問題だと思ってこの場に立っております。どうぞ判事の皆様、市民の切実なる訴えを聞いてください。今日はこの場所から壁の中にいらっしゃる皆さんには届くように精一杯の思いでもって訴えたいと思います。マイクを一人ずつ回してまいりますので、どうぞどうぞお聞きいただきたいと思います。裁判員の皆さん、どうぞ私たちの声を聞いていただきたい。私たちの声は市民自治を守っていただきたい、住民自治を守っていただきたい、そして最高裁の判例を守っていただきたい、そのように私たちは思っております。上原元市長は市民の声を受けて圧倒的な多数の票を得てですね、2期目の市長を務めました。そしてこの国立の景観を守るためにあらゆる尽力をした市長であります。その市長に対して、これは市長個人の賠償責任問うということを住民から起こされました。私たちは住民の発意によってこの景観を守るということをしたにもかかわらず、そしてそれを上原元市長が実現してくださった、そういうような行動をしたことに対して賠償責任をする、そのようなことが起こったならば、このことが認められるのであるならば、市民自治、住民自治というものが成り立たない、市民の意見を反映される姿勢はできない、そういうふうに思います。ですからぜひとも皆さんの先輩の判断をしていただきまして、高裁判決を差し戻しする、あるいは上告受理をしていただいて、判例に基づいてこの警官裁判を審理していただきたい、このように思って、市民の皆さんこれだけ集まって訴えをさせていただいております。ぜひとも
参拝の方々、この市民の声を聞いていただきたい、そのように思えています。また次の人に連携していきますので、声を聞いてください。よろしくお願いいたします。裁判所、裁判官の皆さん、そして職員の皆さん、私たちここに今日集まりましたのは、これから今報告中でございます。いわゆる国たち、警官訴訟、私たちは元市長の上原ひろ子さんがなぜ高額な賠償金請求の被告になるんでしょうか。本当に上原元市長は警官を守ることを最大の公約に掲げて、それゆえに多くの市民の支持を得て市長職を務めました。そして本当に市民の声を聞いて、その政策を実行したに過ぎないと思います。それなのにこんな一市人一個人に帰って今頃になって、それゆえに実質的に市が業者から寄付金を返還されているのに、つまり損害は一銭も被っていないのに、それを今賠償金として請求されているなんていうのは、本当に一市民の普通の感覚として全く理解できません。このような判決を昨年末に高裁は下しました。上原元市長に請求するという判決を下しましたが、この判決どう考えても真っ当な司法の判決とは思えません。そしてさっきの話ありましたけれども、この判決がもし判例となってしまうようであれば、首長は自身の公約に基づいた政策を実行することにためらってしまい、まさに住民自治、地方自治というものが毀損されかねない、そういう本当に重大な問題なんです。ぜひ最高裁裁判官におかれましては、本当に市民自治という市民自治の発展というものもぜひ重視していただいて、真っ当な判決を下していただく、あるいは判断を下していただきたい、そのように本当に切に願っています。どうぞよろしくご協力ください。ご考慮ください。よろしくお願いします。では次に回します。皆さん、今この明和マンション問題、17年経った今も終わっていません。そればかりか、2015年12月不当な交際によって元市長に対し4300万、こんな高額の請求が決まろうとしていること、異常としか言いようがありません。過去において本当に何が起こってきたのか、市長は市民の意見を聞き住民自治を尊重した結果ではないでしょうか。そう思った時に、今住民自治が破壊されようとしているこの事態において市長の決断をしたこと、これに対しての責任を取らせる、おかしいんじゃないかと思います。文教地区国たち、そう言って住民自治が進められてきた国たちであるにもかかわらず、ここに損害賠償一個人の上原貴美子さんに求めていくことが本当にあり得ることなのか考えてほしいと思います。今皆さん安心した国立市ができていくこと、これは今まで住民が勝ち取ってきた景観への思い、そういったことの積み重ねではないでしょうか。私たちはこの市
長、佐藤市長が、現市長が訴える、前市長、君から上原君子市長を訴えるのは、ひよこ市長を訴えるのは、本当に不当であって、おかしい話だと思います。断固戦ってまいります。最高裁の判事の皆さん、こんにちは。冒頭ちょっと申し上げておきますが、私は寺田逸郎最高裁長官と小さい時隣にいた渡辺浩一郎です。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、小さい時に一緒に遊んだ長官とこうしてこの場でマイクを通じて話をするのはちょっと意外でありますけれども、どうしてもいたたまれなくて私今日この場に立ちました。今話がありましたように、国立では、この前の市長の上原ひよこ市長に対する、裁判が昨年の暮れに高等裁判所で私どもは敗訴いたしました。しかしこれは本当におかしなことだと私どもは思っておりまして、今日はこうして市民の皆さんとともに、私もですけれども、こうしてこの場に立ちまして、お訴えを市民の立場からお訴えをさせていただいております。沖縄のように国の権限と、そして地方の自治の在り方、こういうことも大変大事でありますけれども、地方における、それぞれの地方における自治の在り方、こういうことも、そしてまた今回のように一つの自治地域におきまして自治の在り方が非常に問われていることが、こうしたことがやっぱり、最高裁の賢明なる判断をいただくような今状況になってきております。日本の将来をこれから続ける大変大事な判断だと思っておりますので、どうぞ最高裁の長官寺田逸郎長官、どうぞこうしたことを賢明なる判断をいただきたいと思っております。上原元市長は何か重大な過失をしたわけではありません。今回の4300万円のこの上原元市長に支払うお金は個人に対する請求であります。こんなバカなことがですね、まかり通るんだったら日本の法治国家は成り立たないと私どもは思っておりまして、どうぞそういったことをぜひご理解いただきまして、私たちの声をぜひ、耳を傾けていただきたい。このことを私渡辺浩一郎からもお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。最高裁の皆さん、私たちは国立からやってまいりました。最高裁の中で働いている方々の中には、国立の大学通り一橋大学に縁の深い方もきっといらっしゃることだと思います。国立は今日も新緑が美しく、ウグイスが鳴いていました。この美しい環境、大学通りの美しさは私たちの生きがいです。はい、この美しい大学通りを守りたい、そう思った市民たちが、選んだのが大学通りの環境を守るという公約を持って市長に立候補された上原美穂子さんでした。上原さんが絶大な、得票率で当選した国立で、この市民自治とこの美しい大学通りというのは切っても切れない関係です。上原さんが、令和辞書の営業妨害をしたなどと言われておりますけれども、このような事実は全くありません。地区計画から、今日に至るまでの運動、全部で23万人もの署名を集めたこの運動を全て展開してきたのは市民です。上原さんはあくまでも市長は中立という立場を取っておられて、この運動に肩入れしてくれたことは残念ながら一度もありませんでした。私たちは物足りないと思ったくらいですけれども、まあこれが市長という立場なんだろうなということで私たちは理解しておりました。それがなぜ今になって上原さんに、市民を利用しただとか計画を先導したなどという、こんな言いがかりがつけられて、これが真っ当に世の中で通ってしまうんでしょうか。これからオリンピックをやって世界が注目している日本で、あらゆる意味で日本は注目されているとよく言われておりますけれども、こんな濡れ衣、市民自治に対する濡れ衣、上原さんに対する濡れ衣を着せたまま、こんな判決がまかり通ったら、
恥ずかしくて大手を振って歩けないですよ。真実を見直してください。私たちは市民運動を続けてきましたけれども、上原さんに指示を出されたり煽られたりしたことは一度もありません。これは事実です。私はもうこの件に関しては事実ですので、もう何度でも大きい声で言います。大きな東方学園のような由緒あるあの広大な敷地、それから市民が一生かけて購入して、水の住処としている自宅の地権に対して、市長会といえども口などを出せる問題ではないんです。これは誰が普通に考えれば、誰が考えたってはっきり分かることなのに、なぜ裁判の中では上原さんが地区計画を先導するなどという、こんな筋の通らない話が通ってしまうんでしょうか。最高裁の皆さん、どうか国立のこの爽やかな大学通り、こちらの景色も綺麗ですけれども、国立はまた学園都市で、また別の美しさがあります。どうか国立を訪れて、市民の思い、市民の心、そういったものを理解してください。そしてこの運動の事実の権威というものに光を当ててください。よろしくお願いいたします。すみません、個人的に時間が限られて、別件があるものですから、先に失礼します。聞こえてらっしゃいますかね、大丈夫ですか。はい、私は国立市民ではないです。隣の小平市民であります。ただ、上原さんとは本当に仲間が、障害者のピアカウンセリングというのを教えてくれる仲間の人たちにずっと、ご本人重度障害を持ってらして、すごく国立の姿勢に期待をして、また住みやすい、障害者にとって住みやすい町は誰にとっても住みやすい町だということで、上原さんと協力してバックアップしてずっと共にやってきた仲間がいる関係で、このマンション問題も知りました。で、今私は3.11以降、高木学校というところに在籍して、県政寮被爆の問題を主に扱っています。で、同じように前から気にしているのが電磁波の問題なんですね。で、皆さんこの問題かかっている方はよくご存知だと思いますが、この立派な写真のパンフのマンションの写真の一番左側よく見てください。これ、ね、大問題になってたはずの、今でももちろん問題なはずに、高圧送電線が6本はっきり映っています。一般の電線ははるか下の方にありますが、その上に見えている、映っているのはこれ高圧送電線、マンションの真横に見えてますよね。一体住民がどれだけ被爆しているのか、こういう問題も全て置き去りにしたまま建設されてしまったのがこのマンションだったはずです。で、さらに景観問題は前から皆さんのご努力で訴えられているにもかかわらず強引に検索されてしまって、それが今や、市長、元市長個人の賠償問題なんていうおかしな歪め方をさせられて、ここまで来てしまった。どうぞ最高裁の判事さんは一審判決を読み直して、いかに真っ当かを分かってくださるだけで結構だと思います。さらに最近古い映画を見直しました。 YouTube で見れるんですが、ぜひ皆さんまだの方見てください。日独裁判官物語、まさに冒頭この裁判所のこの正門が冒頭のシーンになっています。黒塗りの車で、全く中も見えないような車で乗りつける裁判官に対して、ドイツの裁判所が、最高裁にあたる憲法裁判所の、裁判官がいかにオープンなスタイルで出勤してくるところから見事な対比で始まっています。あれを見て改めて思いました。判事の皆さん、マンションを見に来てください。どんなおかしな状態で立っているか、いかに景観に邪魔になっているか、それを心配した市民が
こんな反対運動を展開したか地元で 見ながら聞いてあげてください。そしたら一発で分かると思います。それぐらいのことをかの国では裁判官が当たり前にやっています。どうか変わってください。以上です。最高裁判所の、中にいらっしゃる皆様、ぜひ聞いてください。今日は国立市からこれだけの市民と、さっき国立市以外からの方も来てくださっています。私たちは本当にそこに住む人間として、そして市民自治を大事にする市民として、どうしても聞いていただきたいことがあるから今日こうしてきました。こういう私たちの声に耳を傾けてください。そして本当に何が正しくて何が間違っているのかを最高裁判所の方たちでしたら絶対分かると思って私たちは今日来ています。市民の声を聞いて市民のために条例を決めてくださった市長が今こうして高額な損害賠償金を請求されているという、これはもう誰が聞いてもおかしい、そういうことを私たちは最高裁判所の方だったら絶対分かると思って今日こうして来ています。こんなおかしい判決をこの先出されてしまったら、もうこれから本当に市民自治はどこにもなくなってしまいます。市民の声は誰も聞いてくれなくなってしまうこの日本になってしまうと思います。今回のこの問題はもうこれからの日本にとっても本当に重大な問題だと思います。どうかこうして市民が時間を取ってこうして本当に私たちの声を聞いてほしいからここに来ているというこの思いをまず感じてください。そして何が正しくて何が日本にとって必要なのかを皆様もぜひ本当に本気で考えてください。出なければ日本は崩壊してしまうと思います。私たちの市民の声、国立市民の声からまず皆様が正しい判決を下し、そしてもっと明るい日本にしていってください。ぜひ今日私たちの声を、まだまだこれからも皆さんの声があると思いますが、耳を傾け、そして一人一人の皆様が考えてください。よろしくお願いします。最高裁判所の皆さん、国立市からこんなにも大勢の人が意見を言いに来ました。上原さんに巨額な損害賠償を払わせるような判決を書くのは絶対にやめてほしい、その思いで今日みんなここに集まっています。上原さんが下級審で第1行為から第4行為と言われている行為を行った、それは1期目の時でした。その後第2期目の市長選挙があり、自民党や公明党が推す市長候補を大差で破ったところでありました。国立市民は上原さんの景観を守った行動を評価をしたわけであります。そのことをぜひ胸に留めて判決を書いてほしい。政治事は裁判所はタッチをしない、統治行為があるにもかかわらず今回はずけずけと入り込むようなことは下級審にありましたけれども、ぜひ法的安定性の面からもですね、最高裁の皆さんにはまともな判断をしてほしいと思います。それとですね、寄付金の問題などいろいろルールありましたけれども、ちゃんと地裁が事実の認定をしたものを読んでほしいと思います。読まない、人の話を聞かないで勝手に判決文を書かないでもらいたいと思いますし、東京高等裁判所の中ではですね、重大な過失だとかそういう文言が出てこないのであります。国家賠償法では重大な過失だあるいは故意がなきゃいけないわけでありますけども、東京高裁の判決文の方には過失という文言がありますけども、重大な過失という文言がない、これは国家賠償法の構成要件に合わないものでありまして、これで個人にですね、求償権の行使を認めるということは全くありえないものだと思います。国立市の大学通り、先ほど市民の方からも話がありました。非常に素晴らしい景色であります。それを守ったのが上原さんの市長としての任期でありますので、ぜひいい判決を期待しております。よろしくお願いします。はい、本日は皆様本当にお疲れ様です。私は国立市議会議員をしております上村和子と言います。
本日は国立からやってまいりました、最高裁で働く司法の現場の皆様に、ここでメッセージを伝えるということでですね、私自身がですね、一人の証言者として、ここで話したいことをですね、今お昼休みでしょうか、少しあの耳をですね、ほんの少し止めてですね、証言者の声というものはしっかり受け止めていただきたい。あの司法の原則はまず現場をちゃんと調査をし事実をしっかり把握することだと思いますのでね、その意味で、聞いていただければと思います。私はあの1999年4月の統一地方選挙で議員になりました。ちょうどですね上原市長と同じ時期に、議員になったものです。ここで当時議員の仲間である関口さんとか、もうすでに議員でいらっしゃった高原議員などもいますが、当時の国立の様子、そこに原点に立ち戻っていただきたいというふうに思います。タイムマシンがありませんのでね、そこにいなかった人たちにとっては、当時をどのように理解するかということ抜きには、この問題について考えられないと思うからです。私が、1999年に議員になった時ですね、私自身は町づくりについての知識は全くありませんでした。そして、なると同時に上原市長自身がですね動き出したというか、そこに話が持っていろいろ来ました。当時実はマンション紛争というのは至るところで始まっていたと言っても、言い過ぎではない。高ければいいという事業者のエゴですね、そこと近隣住民の暮らしを守る視点のぶつかり合い、その当時 あちらこちらにあったというふうに思います。国立においても例外ではなかったわけです。そこで名誉マンション問題というのが勃発いたします。そしてですね、私にとりましては大きなきっかけになりましたのは、2000年1月の臨時議会でした。この臨時議会、これこそ私は名誉マンション問題を考える上での大きな幹になると思っております。この大きな幹、これはですね、議会の中では議長が入らず、そして残りの半数の議員が議場に入るかどうか、ここに委ねられました。その時一人の一議員として私は悩みました。議長がいない中で入っていいのかどうか、その時に、先輩議員に電話をしましたけれども、キャリアを持つ先輩議員は不在、私一人がどう考えるかということに委ねられました。その時私自身がですね議場に入ることを決断しましたのは上原市長ではなくてですね、傍聴席に駆けつけた多くの市民の姿でした。私は一人の議員として傍聴席にいる傍聴席を埋め尽くす議員や市民こそ主人公、この人たちの声を受けて動くのが議会であり町の政治だと思いました。そこで私は入ることを決断いたしました。その時にですね、私の心象風景の中に申し訳ありませんが上原市長や国立市の職員の姿は全く残っておりません。議員の後ろにいた議場を埋め尽くす市民が議会を動かした。過半数の議員を動かしたのは上原市長ではありません。その真実をですね、最高裁はしっかり見極めてほしいと思います。この幹を作り上げてきたのは国立の町を守ってきた市民という強い根っこがあったからです。その根っこに支えられた幹こそ地区計画条例でありました。大きな建物はいらない、大学通りに広い空を守りたい、そして子どもの学ぶ校庭に日陰はいらない、このような当たり前な子どもの学ぶ権利、住民の暮らす権利、そこを主張して自らの私有地を制限を加えた、このような町の歴史、景観を作る歴史があった、その根っこが幹を作り、そこにいた議員、私たちが判断をし、そして地区計画を認めたものです。罰するならば議会を罰してください。上原市長はこの時たまたま市民の声に耳を傾けた市長に過ぎません。氷山の一角かもしれないけれども、氷山の根っこの真実の強さを忘れないでください。
私はその後に起きた裁判、今回の求償裁判にことごとく違和感を覚えます。この走った求償権裁判は大きな木に例えれば根っこでも幹でもなく枝葉に過ぎません。枝葉の問題を根っこや幹を抜きにして語ることは司法はあってはなりません。司法の独立にかけて最高裁はもう一度この審理を高裁に戻すべきです。高裁に戻して高裁はちゃんと審理をし、日本の司法が客観的事実に基づきちゃんと現場に足を運び、そして事実を見極め、何が問題だったのか、この問題の本質の幹と根っこを見極めてこそ日本の司法はあります。あなた方最高裁で働く人たちはそのためにお金をもらっている。私は司法が司法としてちゃんと最高裁の判断を下して、そして高裁に差し戻す、そしてもう一回審理をやり直させる、そのような良心を強く求めてこの場にやってまいりました。どうか皆様方、この一人一人の住民の声を無視することなく、しっかりご自分の仕事に生かしていただきたい。私、上村和子の陳情を終わります。始めたいと思います。今日の主催は国立大学通り警官市民の会、そして、今被告となっています、上原元市長を支える国立警官求償訴訟弁護団、の2つの団体による主催でございます。院内集会、この参議院会館101のこの大きな部屋を今日はご手配いただきましたのは社民党の福島瑞穂議員でございます。後ほど来ていただくことになっておりますので、お礼を申し上げたいと思います。今日のタイトル、皆様お気づきでしょうか。共産党市議団に作っていただきましたこの横断幕なんですけれども、自治が裁かれるのといたしました。私たちこの、国立警官求償訴訟、舌を噛むような名前なんですけれども、この裁判考えてみましたら、本質的には一地域の問題にとどまらない、憲法にも抵触していると思われる。そして、この本質、問題の本質には全国の地方分権、地方自治の在り方に大きく影響する内容が含まれていると思っております。今回、小野次郎議員も今来てくださっていらっしゃいますように、国会議員がいるこの場所で、そして国会が近いこの場所であえて院内集会を開く意味、ここで開くことを、大変望んでまいりました。と申しますのは、ぜひこの問題をですね、国立の問題にとどめず、国立としては国立で運動しておりますが、全国的な問題として国会議員の方にも大きく、ご理解いただいた上で、問題の本質をですね、国会でも取り上げていただきたいような思いまで持っておりまして、この場をお借りしたわけです。その意味から今日は、一方で司法の問題があります。政治と一線を画した、中立的なきちんとした判断を司法に求めているわけですけれども、今日の壁も非常に高く厚く、職員の方、また判事の方々が私たち市民の声をどのように聞いてくださったのか、非常に、不安な中、届いてほしいという強い願いを持って朝から行動してまいりました。朝8時には800人いるという聞いております職員の方々に、チラシを配布してまいりました。100% 取ってくださると思っていたのですが、4割程度だったでしょうか。なかなか手を伸ばしてくださらないことも感じました。そして12時から、2時間にかけて、正門前、そして西門前で、陽性行動アピールをしてきました。引き続き14時半から、2時半から3時過ぎ、35分間程度、10名以上の市民と弁護団がともに、最高裁の中に入りまして陽性行動をしてまいりました。このように続いてきたことがしっかりと最高裁に長官判事に伝わり、すみません落ちてしまった、そして、
私たちが非常に不当だと思っています、非常に粗雑な高裁判決が出たことを棄却、破棄してもらいたい思いで活動してまいりましたが、今日はこの場所に 参議院会館に移しまして、さらに皆さんと共にこの問題の本質を分かち合い、次なる行動の提起をしていきたいと思っております。それでは私はこの国立大学通り警官市民の会の、共同代表の一人であります小川と申します。今日はよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、式次第はお手元にの資料のカバーにつけてございますが、その前に、今その最高裁の中に入って要請行動をしてきました、団長を務めましたこの警官市民の会のもう一人の代表になります佐々木から、その経過をまず、時間は 2,3 分で報告してもらいたいと思います。佐々木さんお願いいたします。こんにちは、共同代表の片割れをやってます佐々木と申します。2時半から、16人の弁護団の方と、市民の方合わせて16人で、要請行動ということを行いました。議員として、高原さん、それから関口さん、上村さん、市民の方から大西さん、大桑さん、渡辺さん、家さんという全部で、7人、あと弁護団の方から久保さんと田中さんの方から、お話をしてもらいました。話の内容はですね、主に、今回のこの警官の問題についての取り組みは、市民が上原さんにそそのかされて、あるいは利用されてやったのではないんだと、市民が主体的に取り組んだ結果として、全体、市民を動かし、行政を動かし、あるいは議員を動かして、なった運動なんだということが、中心的に、語られて、そういうことを中心で、いろいろ意見を言っていただいたというふうになります。それで、職さんの方から、文書はないのかということでしたけれども、今日皆さん方にもいろいろ要請はがき書いていただきましたけれども、まだちょっと整理がついてないということで、次回をにお渡しするということにはしております。改めてまた最高裁の要請行動ですね、こちらとしても設定をし、さらに今日、参加されなかった方も含めて、最高裁の方に意見を持っていったらいいんじゃないかなというふうに思いますし、また文書だけでも寄せていただいたものをお持ちするということもできるんではないかと思いますので、また第2、第3のですね、取り組みを検討をしてまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。それではですね、今小野議員にお話しいただく前にちょっと資料の確認だけお手元の確認をさせてください。楽長などあればすぐ公開いたします。カバーページを開いていただきまして、私たちは問題にしています昨年12月22日の高裁判決が出た時に被告として上原寛子さんと弁護団一同が出された国立市警官訴訟9章第2弾訴訟高裁判決を受けて住民自治司法の危機という文書を、載せました。後でお読みいただきたいと思います。続きまして2ページから、上告理由要旨というのをつけました。今、上告この理由、そして4ページにございます上告受理申し立て理由というのを出して、提出したところです。2月22日に提出いたしました。その受理されることを待っている段階にありますので、ぜひこの内容、憲法に深く関わる内容を書きました。お読みいただきたいと思います。そして7ページ最後に、後ほど国立の現市議会議員の末松智博さんに、説明していただきますが、権利の放棄についての決議や決議というのをつけました。資料は以上です。お手元にございますでしょうか。それではここで国立市の住民でもいらっしゃいます在住の、参議院議員小野次郎さんに、お忙しい中来ていただきましたので、ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。
参議院議員の野次郎です。私は20年前から国立の東に住んでいます。どうして国立に住むようになったかというと、家探しをしていて、みんな環境のいいところは東京でも珍しいなということで、家族とも相談して気に入って国立に住み始めました。だから国立の景観というのは直接このマンションの、割と近くではあるんですけども、特にその周りというのではなくてもね、全ての市民にとって大事な価値なんだろうと思います。そして加えて私の息子が3人ともこのマンションのすぐ隣の学校に、中学高校、皆さんご存知の一貫校のところに通ってましたんで、私もこの反対署名に署名した市民の一人でございます。司法の壁はなかなか厚いかなと思いますが、しかし言えることは、首長が政策判断をして仕事上のことで決断した結果について、後々まで個人にその求償というんでしょうか、そういうのを求めるところでやってたんでは、政治家あるいは行政がですね、適正な判断をするのを、一言で言えば怯えてしまって、ちゃんとした決断ができなくなってしまうだろうと。それはやはり権利の乱用だと私は思っておりますので、なんとかこれがうまく解決することを私も市民の一人として祈っているところでございます。皆さん頑張ってまいりましょう。ご苦労様でございます。本当に私たちに力強い言葉ありがとうございます。これからも運動を逐一報告させていただきますので、共に活動していただければ本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。それでは会を進めたいと思います。まずこの裁判、今現状はどのようなところにあるのか、そしてこの裁判の私たちが目指しているところはどこなのか、またその本質はどこにあるのか、弁護団を代表しまして久保田弁護士、そして引き続き田中隆弁護士に10分ずつ程度ずつお話をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。弁護団の久保田です。どうも今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。先ほど最高裁判所の第二小廷事務というところのですね、主幹に話を聞いていただきました。最高裁では直接裁判官があって話を聞くというシステムはどうも昔あったことのようになってしまっていて、間接的な表現しかできないんですけれども、でもそういう場が設けられて、どうなるのかな、多少不安もあって行きましたが、私は自分自身が感動して帰ってきました。やっぱり市民の声が直接25分聞いていただいたんですけどね、7人の方ですかね、変わる変わる訴えた、その訴える言葉がですね、みんなそれぞれ自分が街の中で今度のこのメガマンション問題に対してどういう思いで向き合ってきたのかということを語られたんですよね。特に地区計画を作る、それを条例化するというようなことが全く市民の自発的な努力の中で、行政がそれに励まされて動いて、この両者で、ついに地区計画を作ったというだけでなくて条例化される、その条例化を求める署名は7万人も集まった。その時にその本当に冬の寒い中をね、自分たちが街頭に立ち、そして一人100件を目標にして個別に回った。そうしたらばみんながほとんどみんなのサインをそこで得られてですね、7万人の署名が集まったんだということを訴えられたんですよね。その署名運動の姿を弁護団も今日なんか初めて聞かされたような気がしたんですけども、本当に、私自身感動いたしました。ことの本質はすべてのことの本質は今日のそのわずかな時間の中に表現されていると思いました。つまり本当に自分たちの街を作る市民自治という、そう表現すれば一言ですけれども、一人一人の思いの中で自分たちが
この町を作っていくというそういう行動があって、その中で全国的にも本当に稀なケースと言っていいと思いますが、地区計画が生み出され、地区計画が条例が作られた、こういう稀なる成果を生み出したのはまさに市民の力なんですね。でこれを私はここはですね、ぜひ上原市長を褒めたいと、私を褒めてもどうにもならないんだけど、僕はねその努力というものがなければ、命令して高裁判決が言っているように、市民を利用する市長がいて利用される市民がいてなんていうところでは、あんな地区計画条例を作るなんていう成果は生み出されないんですね。裁判官の無知をさらけ出しているわけです、あれは。でそれは前提ですけれども、しかしそういう市民の努力があったときに、そのことをいち早く受け止めて、それを受け止めて動くことが今私の番なんだというように、市長である上原さんがそれをしっかりと受け止めて迅速に動いた、審議会も開き、そして地区計画決定をし、そして議会を臨時議会を招集する、議会はその中でまたボイコットがあってもこれを乗り越えていく、そういう努力がありましたね。やっぱり僕は市民の運動、主権者である市民の運動とその代表である市長とか議員とかというものがどれだけ自治的な精神で力を合わせることができたのかということが、この事件の最も大事なことだと思います。まあ私聞いてるとですね、上原さんは私たちにブレーキをかけたことはあったけども命令したことはなかったっていうようなことを、そういう雰囲気が発言する方がいらっしゃいます、そういうふうに感じたんだろうなと思いますけど、市長の立場っていうのは結構そこは思いはかっていただきたいところがありまして、先ほど大桑さんでしたかね、おっしゃっておられましたが、市長は中立なのよって上原さんが言った、だから私たちは決して上原さんに利用されてるんじゃない、こういうトーンなんですけど、上原さんの方から見るとそう言いながら、そう言いながら自分はこの人たちとどう一緒にこの町を作るのか、この国たちの景観を守るのかということで本当に必死でやってるんですね、そのことは私たち直接には上原さんの代理人弁護士ですので上原さんの弁護をさせていただきたいと思います。しかし基本にあるのは高裁が言ってるようなですね、利用される市民と利用する市長なんていう関係じゃないんだと、日本の憲法が言ってる住民自治っていうのはそんなもんじゃないんだと、その住民自治の本当の姿を示したのがこの国立の事件なんだ、そのことを見抜けない裁判官が今度のようなあんな乱暴な裁判決を書く、最高裁判所そんな眼で本当に日本の憲法の守り手になれますかというのが私たちの最高裁に向けた眼差しだと思います。私今日本当に皆さんの話を聞いていてですね、あ、最高裁でこうして戦うんだということが見えたように思います。今研究者の意見書をお願いしています。自治体の市長や元市長の方々の意見書もお願いしています。そして一番大事なことは国立市民の声が、あるいは国立市民じゃなくても本当に市民自治のために戦ってきた人々の声が最高裁にどう伝わるのか、この3つの要素を最高裁判所にどう集めるのかっていうのが私たち弁護団の役割なんだなと改めて、今日納得させていただきました。弁護団は本当に献身的ないい弁護団なんです。誰もが遠慮なしにしてそれは結局はですね、誰かが物を言った遠慮しているような弁護団では本当に力を出せないわけです。当事者とも本当に議論をし、そして弁護団同士の中でもしっかり議論をして自分たちの持てる力の最高のものを出して、そういう決意で頑張ります。最高裁勝ち抜きましょう。どうもありがとうございました。久保田弁護士ありがとうございます。本当にいつもお力つけていただいています。最後まで勝つまで頑張ろうというお話いただきましてありがとうございます。田中弁護士よろしく引き続きお願いいたします。本質的なところに迫ったお話が来ていると思います。よろしくお願いいたします。どうもご苦労様です。あれ
弁護士の田中です。本当にご苦労様です。またありがとうございます。私は都心から日野市国立に行ってるんですが、大体1時間半かかります。逆にここまでお見えになるのは1時間半かかったんだろうと思います。出演順はこちらですので、今後ともよろしく都心に通っていただくように都心の住民としてお願いをしておきます。コースさんがああいう調子でですね、勝ちますよって時は本当に勝てそうなんです。彼の顔つき見てると前に進むかどうかが分かる。で、彼がああいう時話す時はもう全部話しちゃいますから、次に構えが控えて私が締めることもないんです。ないんですが指名されちゃいましたんで、3点ほどお話し。この3点っていうのがさっき最高裁で言った三大話。一つが神、二つが政治、三つが最高裁。私も今日30分のうち28分でしたか、お話になった市民の皆さんの話に感服しました。さっき言った通りなんです。この事件で何が問われている事件かといったら、市民の皆さんの負託を受けて景観保護のために活動した市長の行為が責任を問われ、しかもそれをお前個人が責任を得ようと言って賠償請求されていいかと、こういう問題なんです。ではっきり言います。法律の上ではね、重過失があったら首長責任取るよと書いてあるんです。で、そんなことが絶対にありえないとまでは言いません。中にはいろんな首長さんいますから、本当に私利私欲のためにね、自分の関連企業に巨額の発注して、で、裏からお金もらってる首長さんが絶対いないわけじゃない。そういう首長さんに住民が訴訟を起こして、そしておかしいとなった時に、ね、その場合にその損害を首長、市長が賠償するのはその限りでは当然なんです。この事件がそういう事件であるのかないのかということを一番よく知っているのは、当時一緒に活動された、当時景観を守って頑張った国立市民の皆さんのはずです。その国立市民の皆さんの声が今日最高裁にその当時の生々しい声で突きつけられた。いや、実は言いますとね、私は地元にいたからなんですが、僕はあるんですが、一審の時に話聞いておきたかったです。で、聞けたらそれを全部証人に申請しても裁判所は採用しないだろうけど、例えば陳述書に書いてもらって、ね、それを引用しながら裁判所で弁論を張りたかった。弁護士が理屈で言うより実際にやった市民の生の声の方がはるかに迫力があり、そしてこの事件の構造ですね、市民の負託を受けてやった首長の行為について個人に責任問うていいかと、いけないよということを一番言えるのは市民の皆さんです。今日はそれを言っていただきました。これを大きく発展させたいと思います。久保さんも言いました。弁護団と運動を協議しますが、ぜひ皆さん方のそういう声を例えばこのペラ一枚でも書いてもらって、それを最高裁に持っていく、それを、ね、が何を意味しているかを弁護団がご住所の形で組み立てて最高裁に突きつける。いくつかの上告事件でやったことがあります。人権とは何かというような補助意見書を書くために最高裁の手紙というのを書いてもらった。そんなことを工夫してみたいと思います。最も大きな力になるのは市民の声なんだということをまず第一に確認したいと思います。第二に市長の行為、政治家の行為がなぜ違法とされるのかという、ちょっと法律的な話になります。控訴審が違法だと言ったら3つなんです。一つは懇談会での市民に対する発言、二つ目が国立市議会での議員さんの質問に対する答弁、三つ目が関連する自治体である東京都などに対する要請なんです。つまり市民に対する発言と答弁と要請、これどこの市長でも必ずやってます。市長4年やってこんなこと1回もやったことないって言ったら何にもしてねえってことになります。どこの市長でも必ずやってることが違法だとされているんです。このことでこの問題は普遍性を持ちます。で、注意いただきたいのは、この3つがそれぞれが違法だなどという違法の考え方は、この裁判が起こってから6年、最初の明和訴訟から十何年になるんですが、今まで誰も言いませんでした。一番最初に明和辞書が国立市に違法だって訴えたのは、お前、俺のマンションを狙い撃ちにして地区計画や条例を作ってうちの建物を一種の、既存不適格建築物、要するに違法建築にしたじゃない、これはけしからんと言って訴えます。実に最初の一審裁判所はそれを認めて4億円という賠償を命じる。
これもひどい話なんですが、一応はっきりしてるんです。狙い撃ちに条例を作ったけしからん、こういう様がいっぱいありますね。たまには違法とされる条例もないわけです。しかしこれは前の高等裁判所でひっくり返されるんです。さっきお話があった通り、地区計画や条例改正そのものが正当だった。だったら勝つはずだったんです。ところがそれに対して前の高等裁判所は強引に行政指導から条例法的規制に変えたことが強引だった。これが違法だと言い出す。そしてその前後の懇談会での発言であるとか、あるいは市民の皆さんが勝ち取ったあの裁判所のあの違法建築物だという決定を引用した市議会での答弁だとか、裁判所も違法なあの建築物だと言ってるんだから東京都もそれを尊重してくれといったこの要請をくっつけて第一行為から第四行為からに編成して、これを全体的に考察すれば市長に要求される中立性を侵害してるんだなんという理屈をくっつけて違法にして、まことにまだっこしい理屈を取ります。こんなやり方もあるかというんで、この裁判あの、4年前から徹底して争ったんです。そして一審はむしろおかしいことを認めて請求を棄却しました。控訴審は今もその前の高等裁判所の判決すら変えて、中心になっている行政指導から法的規制に変更したことについてはもう全く問題にできない、むしろ法的規制はやっていいんだと、法的規制にするのはよろしいんだけどその前に市民に話したとか、あるいは議会で答弁しただとか、あるいは関係行政機関に要請したことが、これが、まあ、これだけが違法だと。だからどこでもやってるあのどの市長でもやってる行為が違法になる、そういう結果に落ち着いてる。あのそこだけ聞いたらこんなバカな話しないと思いますよね。ところが控訴審はそれにある種の説明をつけたんです。もうこれは伝わってると思いますが、その説明の仕方が、一つは市民と一緒にやったから住民運動を利用して営業を妨害したんです。住民を利用し営業を妨害、もう一つは新聞に報道されたから、報道、要するに報道されることを狙ってやって報道させて妨害したんです。こういう理屈をくっつけました。でこれが最高裁でも申し上げた話なんですが、それは市長の行為が報道されることはありますよ。いくら活動しても全く報道されない政治家さんだったらちょっとかわいそうなもんでした。さあ必ずやっぱりいいことやったら報道されるんです。悪いことでも報道されますけどね。それから、ね、同じ方向を市民とあの自治体の長があの向いている限り、ね、できるところで協力してやろうねと考えて当たり前なんです。もしこれを、ね、市民と共同したからだ、ね、何しろ市民と理解し合ったら住民運動を利用したんだからその結果にも責任を負わなきゃいけないとか、報道されたらその報道の結果にも責任を負わなきゃならないという理屈を持ち出したらどうなる。簡単に言えば社会的に注目されている市町村ってのは何もできないんです。部活のことやっちゃうと新聞に載っちゃうかもしれない、載っちゃうとそのことの責任問われ、しかも個人が賠償される。市民運動が起こっている時に、ね、市民運動を同じ方向で物事をやろうもんなら市民運動の結果まで責任が負わされる。だからそういうことは一切できない、こうなりかねない。その結果で、あの高裁判決の論理から出てくる首長像というのは実におぞましいもの。市民と語ったり、まともな答弁をしたり、あるいは要請行動をしたり一切しない。法的規制だけはいいというんだから、条例の提案だけをしていればよろしい。あのこんなことで、今この地方分権の時代に、市長、首長の責任が果たせると思いますかという問題です。おそらく政治をやってる皆さんも小野先生もおられますけど、誰が考えてもそんなもん政治的こないとおっしゃると思います。残念ながら司法の中ではね、そんなことすらわからない裁判官がいるんですよ。で最高裁の裁判官だって司法という過剰の中にいるわけだから、それが間違いなんだということを政治の実態やあるいは憲法の地方自治から分かってもらわなきゃならない。その時に弁護士もあの奮闘しますが、あのさっき小田さんも言ったいろんな政治家の皆さんに
特に首長をやった首長をやってる皆さんに意見書を書いてもらって、こんなことでは地方自治できないという政治家の声を最高裁に突きつけたい。最初の戦いが市民の声です。二つ目が政治家の声、最後に最高裁。最高裁を動かすにはやっぱり理論を言います。で、あえて言うと、この実は自治体の長に個人責任を問うていいかどうかについては、これも最高裁で言ったんですが、最高裁自身が作り上げた一つの基準があります。ちょうど4年前、2012年平成24年の4月20日に最高裁判所は神戸市事件という、同じように市長個人の責任が追及された裁判で市長に対する請求を棄却する判決を言い渡しました。その神戸市長さんが上原さんほど立派だったかどうか知りません。知らないんだけれども、神戸 市長さんがやったのは、神戸市の派遣している労働者に対する人件費をある団体に対する助成として出しちゃった。これをね、私利私欲でやったら、それこそさっき言ったように自治体を食い物にしたとなるケースです。しかし調べてみたら決してそうじゃなかった。しかもそういう助成をしちゃいけないという法律はできてるんだけど、助成した通りにはまだそれが適法か違法か意見が分かれている。そしてそのお金は決してどこかに流出したんじゃなくて、無駄に使われているわけではなかった。市民のために使われている。いくつかのことを認定していって、こういう場合には市長個人に過失はないから、つまりやるのは当然だから過失はないから、ね、神戸市長に対する請求は間違いだと言って高裁判決ひっくり返したんです。実はこの4年前の神戸市事件をはじめとするいくつかの判決が、自治体の長に対する個人責任追及について大事な判例法を作ります。で、私は最高裁判所に対しては批判をすることが多い人間なんですが、あの判決、判例法理はそれなりにバランスを取った、筋が通ったもんだと思います。ひどい首長に対しては責任、個人責任を負わせなきゃならないけども、まだ合法か違法かはっきりしていない、そのことで市民のためにやったことについては応じてはならないという判決を4年前最高裁自身がやっているんです。その見地からして、この上原さんの事件について少なくとも最高裁は原判決を認めるなんてバカなことをやっちゃいけないということを、弁護団もあれ学者の先生皆さん の助けを借りてぜひ突きつけていきたいと思います。市民の声、政治家の皆さんの常識、そして、いわば理論、この3つを軸にして最高裁闘争を構成したいと思っています。皆さんのご協力をよろしくお願いして報告します。ありがとうございます。いつも名席で本当に分かりやすい、裁判の本質に触れる話をしてくださる田中弁護士です。それでは、お待たせいたしました。今回被告の立場にずっと6年にもなります。だって小さな体にいつも精一杯活動していらっしゃる上原裕子さん、元国立市長にここで15分ぐらい、お時間とってこの本裁判について思うところを存分にお話していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本当に毎回皆さんありがとうございます。今朝は6時45分に待ち合わせして国立駅で8時からチラシをみんなと一緒に巻きました。本当に1日関わってくださった皆さん本当にお疲れ様です。心地よいビル風に吹かれながら、で私は風邪ひいてて鼻水がこう流れるように落ちるんで下向けないまま配らせていただきましたけれども、陳述を最高裁でするのは初めてです。最高裁は中に入ったことありましたけれども、お城のような冷たい最高裁、なんでこんな設計したんだろうって思いながら、これを打ち砕いていこうという思いで今日皆さんと一緒にお話をさせていただきました。私実はこの4月はほとんど外にいたんですよ。いろんなところに行って、それで実は昨日も関西の方に行ってまして2人の首長さんに会いました。で地震ですごかった時は九州に行って首長さんたちの集まりでちょっとやってたんですね。で多くの方たちにこのチラシを配って、事情を話しましたね。
もうびっくりですよ、みんなね、知らない方、もちろん知ってる方も多かったんですが、こんなことをされたら、もう弁護士さんおっしゃったように、市長何もできないよねって口を揃えておっしゃるんです。本当にそうです。今回ひどいなと思ったのは、田中弁護士さんからもおっしゃったように、どうせ言うこと聞かない業者って分かったら、その余計なこと何もしなきゃよかったんだよっていう、その条例作るだけでよかった、余計なことしたから違法だみたいに書いてあるんですよ。余計なことするのが実は政治家の仕事なんです。条例ポンと出せるわけじゃないから、事前にやっぱりいろいろ要請に行ったりね、で皆さんと話をしたいとか、それが首長の政治家の仕事なんです。で議会で聞かれれば答弁しなきゃいけない。でしかも余計なこと言ったんじゃなくて、裁判所でそう言ってるからそういうふうに言ってますに過ぎないわけだから、それまで違法って言われたら何に依拠してじゃあ答弁すればいいんですかっていうことになるんですね。だから、もう首長選挙で選ばれる政治家じゃなくって、判決の中の文章に言えば行政マンがいればいいっていうことになるんです。でも考えてみたらね、今の安倍内閣はですね、売りが地方創生なんですよ。地方創生っていうことは自立をしなさいっていうことなんです。その地域の特性を生かして自立した経済、その活発にやりなさいって言ってるわけですから、自立っていうことは 何かというと自己決定なんですよ、それは地方のね。で自己決定するときに市民自治なんです、92条が要求してるのは。だからこそ国立市民は歴史的にそういう街づくりをしてきた、当然のこととして自分たちでやり抜いていくっていう決意で、まあ、私を選んでいただいて、すごく大変な中で皆さんが本当に後押ししてくださって、正直言ってやっぱりこう行政が変わったわけですよ、保守姿勢からね。私にでテレビでずっと伝えましたけど、ものすごい顔して職員がねじっとこう私を受け入れているんですよ。その行政マンが新しい市民自治の街づくりに頭を切り替えるって大変なことです。だからその社長になった私にしてみれば、市民の突き上げあるは職員のむっつりの抵抗はしませんけれども、なんか体が動かない中で両方の抵抗の流れの中で、でもこれだけやっぱり市民頑張ってるんだからなんとか変えなきゃいけないねっていう動きの雰囲気を作りつつね、行政っていうのはやっぱり絶対こうミスをしちゃいけないっていうのは鉄則ですから、ものすごい慎重なんです。やっぱり裁判を訴えられたら大変だと思ってますから、手続きにミスをないようにものすごい時間かかるんですね。で市民から何やってんのよって、もう先ほど陳述もあったんですけれども、何やってんの皆さん、何とかしなさいってこう言われるけど、私も何とかしたくても手続きを踏まなきゃいけない。でこういう行政なりのやっぱ努力はしてきたんですね。変わったと思います。やっぱりあれで職員はすごく変わったと思います。で私は今日は陳述をいたしませんでしたけれど、これまで裁判所では何度も陳述をさせていただきました。それで、2012年に陳述の中に3つの不幸ということを陳述したことがあるんです。一つはね、国立市の不幸ということを言いました。それどういうことかというと、そうやって市民からも突き上げを食いながら、私からもなんかすごい言われながら、職員が本当にやっぱり頑張ったんですよ、あの時は。頭を切り替えなら、それは大変な抵抗の中で、だって議員の中では何やってんだお前っていう人もいるわけですから、両方からの圧力を受けながら職員もやっぱり頑張って努力をしたんです。でその今私は市に訴えられてるわけですから、努力をして頑張ってねって、市民も一緒になってやれてよかったねっていう市が訴える立場に立つって、こんな不幸なことないわけですよ。だから向こうが市が出してくる事務所面のこう証拠書類っていうのは、明和が国立市と戦ってた時の証拠書類を全部市が出すんです。でこれまで頑張ってきた職員はショックですよ、明和と戦ってきたのに。今度は仲間であった私をと戦わなきゃいけないから、明和のものを使わなきゃいけないって、これは職員にとって本当に
何のために自分たちが頑張ってきたかっていうことがある不幸、それからまさに市民の皆さんにとっては自治の力を発揮してこんなに世間の注目を浴びながら、もうそれこそ大変だったわけですね。でそれが汚されたわけです、今回の裁判で。オール国たちで頑張ってきたっていうその推進力は評価されてきたわけですから、法律まで作らせる役割をしたのに、国たちが訴えることによって自治を要するに否定した形になっちゃったんですよね。私がだって利用したって言ってるわけだから、市が利用して市民を利用して使ってやって市民は踊らされてやったんだよみたいに今回はなっているわけですから、これは国たち市にとっては本当に大きな不幸です。誇るべき、活動がなんか使われたということに切り替えられてしまった不幸です。それから3番目が一番大事なことだと思います。これがその市民派だとか保守だとか全然関係なく、全体のこれからのやっぱり自治という問題に、首長にもさっきから何度も出ておりますが、大きな足かせになる判例になるはずなんです。下手すると答弁もしちゃいけない、余計なこと言ったらすぐに取り上げられて叩かれる材料になる、新聞もそんなこと報道されちゃいけないから新聞の前では絶対喋らないとか、下手に陳情しちゃうとその陳情のことでまたあの余計な動きをしたとか言って言われるから陳情もしない、そういうね、本来政治家である首長がやらなきゃいけない当然のことが全部あれば違法って言われたんですよね。これまでは違法とまで言わなかったのに、個別には違法とは思わないけれどもっていう言い方をしてたの、一つ一つが違法って言われたっていうことは何にもしない首長の方がいいんだよっていうことを司法が言ってくるというね、ありえない事態なんです。このことはだから私は、まあ、最初から私の個人の問題ではないっていう言い方をずっとしてきましたけれども、一層この高裁の判決はただごとじゃない判決なんです。ですから多くの首長さんが意見書書くよって言ってくださってますので、首長としてありえない判決だということも言ってもらいつつ、やっぱり市民の皆さん冗談じゃないって利用される市民かっていうことをね、国田市民はもう本当に自分たちの意思で動いてきたんだっていうことを本当に合わせて言っていただくことがやっぱり最高裁に届くんではないかなっていうふうに思っていますし、私たちは何としてもこれは最高裁で覆さなければ国たちはもうこのままではね本当に申し訳ないというふうに思ってますので、これから繰り返しこういうことを皆さんに協力していただいて、また行動として起こしたいと思いますので、本当に首長さんびっくりしてますから、このことについては今後ともよろしくお願いをいたしますということで、ありがとうございました。もう5分ほどありますけど、上田さんよろしいですか。10分ぐらいで終わりましたけど、本当に嬉しいね。さあ、この判決がただごとではないということをよく分かったと思います。ご本人も本当に、あまり本音は苦しいのと言わない上原さんですけれども、心中穏やかではないと思いますけれども、個人の問題を超えてですね、この問題、全国的なことに及ぶ内容になっています。これ以上ですね、住民自治、地方自治が萎縮するようなことが、沖縄もそうですし、この国たちも一つずつ潰されていくことは、一つ一つその場でこちらがですね、バッターをかけて手を打っていかなければいけないと改めて思いました。そこで今回の判決の中でも非常に意味のあることになっています。権利の放棄の議決をしたということがございます。資料が一番最後に載せました7ページです。現職の市議会議員の重松智弘さん、いつも市議の中でこういった重要な議決を書いてくださっているご本人に、この説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、市議会議員の重松です。17年前にこのマンション問題、建築紛争として勃発したの17年前なんです。でその当時を知る議員も今、22人の議員いるんですけれども、たった6人になりました。そのうち4人がこの場に来ております。
当時を知る一人として、8年前に建築紛争としては終わった問題が政治的に蒸し返されて、その時にじゃあ政治の側はどう対応するのかというのが、この、裁判の中での、一つの、論点ではないかというふうに思います。その時に自治の仕組みを使って、収集する、住民自治の仕組みの中で解決していこうとするのか、あるいは政治的に蒸し返されたものを火に油を注いで利用していこう、そういう形でやっていくのかという問題があります。決議といったときにこの問題をめぐる裁判になってから、全部で5つ決議があります。どれも同じようなものではないです。どっちもどっちというようなものではありません。一番最初に、上がった決議が、この資料の中にあります権利の放棄についての、決議であります。元市長に対して、不本意ながら裁判で、確定してしまった、請求権を、議会が政治的に、民主的に、これを放棄しますよというのが、この、最初の決議になります。それに対して、市長は何もしませんでした。きちんと決議を、守って、執行するようにと、第2の決議がありました。でそれでもやっぱり何もしなかった結果、一審で、佐藤市長は佐藤国立氏は、敗訴したわけです。で敗訴したので、きちんとその一審の判決の趣旨を受け入れて、上告しないように、控訴しないようにということを求める、決議意見書が上がりました。そしてその後に、それでも、市長は無視をし続けた。そして、お金をつけて、弁護士を公費で雇い続けて裁判を続行しようとしたことに対して1年前の予算議会で予算の執行をするなという決議を挙げ、付帯決議を挙げました。言わんとすることは裁判の控訴を取り下げるか弁護士を解任しなさいという意味ですけれども、これも無視しました。そして選挙が終わった直後に急に議員が出して一部の議員が出してきたのが、やっぱり元市長に請求しなさいという決議を挙げます。全部で5つ決議があります。たくさん年間100本以上議会市議会はいろんな議決をしているわけですけれども、大まかに分けると2種類の議決になります。1つは議決したら市の意思になりますというもの、それからもう1つは議決しても市の中、市役所の中の議会という一組織の意思にとどまる。言い換えますと、法的な拘束力があるものと法的な拘束力がないもの。もう一度言い換えますと、議会が議決したらそれを市長は守って執行しないといけない議決と、議会の意思は議会の意思として、聞き置きますよというのでも OK な、議決とあります。法的な拘束力のある議決は、資料に出しました最初の、請求権の放棄の議決ただ一つです。それ以外のそれ以降のものについては、法的には、運転の差がある、法的な、意味だけを見ますと運転の差がある、議決ということになります。それに対して、市長は、むちゃくちゃな議決を議会がすることもあるので、それを再議と言ってもう一度議会に突っ返す、もう一度審議し直しなさいという権限が法律で与えられています。佐藤氏はそれをしませんでした。仮に議決が違法な無効な議決をしてしまった場合、そういう可能性もたまにあります。そういった場合は市長は再議突き返さなければならない。つまりその場合は再議しなかったら市長の方が違法なことをしているということになるわけですけれども、それも佐藤市長はしませんでした。で何をしたかというと、そのままにしたという、ほったらかしにしたということです。これはネグレクトということで、ネグレクト、何に対するネグレクトかといったら民主主義の仕組みに対するネグレクトです。で一審の判決が優れているのは議会の議決を市長が守らなかったから、
守りなさいということではなくって、このネグレクトしたことに対してそれは質問の審議則に反するでしょうとはっきりと断じているということです。で、まあ所詮、高裁の判決はそれに対して、一番最後の法的には拘束力のない議決が直近の一番最新の民意だと、だからそこでひっくり返されるんだということを、言いました。法的に拘束される決議を挙げておきながら、その後法的に拘束されない決議が後から上がったからといってひっくり返される、まあ、所詮選挙で選ばれた人の多数決で、決めるのが民主主義でしょうなんていうことを裁判所が言い出すんだったら裁判所なんていらないんです。全部議会で、多数決で一方的に決めていけばいいだけの話なんです。でそれに対してそんなことをやってたら法的な安定性はなくなります。昨年の憲法解釈と同じように、議会の多数決で、決めていくっていうんだったら、裁判所もいらなければ、法解釈なんていうこともいらなくなってしまいます。なので、今回の裁判では、高裁は、まあ、自治が裁かれるのとありますけれども、自治というものを裁くもしくは評価することから最初から逃げている、判決です。それに対してはきちんともう一度自治というものを評価して検証するようにということで、当然のように私は、この、判決に対してはもう一度高裁に差し戻されて、きちんと裁判所が自治というものを自治に基づく議決というものを評価してくれるものというふうに私は信じております。最高裁ということで、具体的にどういうふうに進んでいくのかというのが見えないところはありますけれども、市民の力でそれを裁判所を動かしていくという経験ができればというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。今国会でも、民主主義とは何か、立憲主義とは何かというのが非常に問われている時です。そのような中で私どもの国立市の市長も、この自治法に基づいて提出した、議決をですね、無視し続ける、つまり重政さんのところでは民主主義に対するネグレクトをしている市長を私たちは今市長として首長として、持っているということ明らかにしてくださいました。私たち市民の力で、そして裁判所を動かしていこうという強い力強い言葉もいただきたいと思います。ですね、今日この場所を本当に、ご手配いただきましたのが今到着されました福島みずほ、議員です。一言、私たち市民で頑張っておりますので、この声はですね、自治が裁かれることに対して本当にノーと力強く思ってその声を届けに参りました。受け止めていただきたいと思います。一言お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。まさに上原さんのこれから心労というかストレスがたまらないように、でも国立をはじめとした多くの市民がまさにこの裁判、しっかり応援するぞと、高裁の判断は間違ってるっていうので大きく声を上げて、今日議会館でこんな集会が開かれたことは本当に良かったと思っています。参議院議員社民党の福島みずほです。で、自治が裁かれるということで言えば、ちょっと例が間違ってたらすいませんが、太田雅秀知事もかつてやはり、まあ、ちょっと違いますが、やはり訴えられたことがあり、やはり頑張る首長がこういう形で辞めた後も、まあ、嫌がらせを受け続けるっていう、しかも経済的な負担を、まあ、こう請求されるっていうことに関して、やっぱり戦わなければならないと思っています。さっき関口、市議会議員がおっしゃったように、一旦問題は解決したように思えた、だけどこれを起こす、それから一審では勝っていたわけで、まさにとっくの昔にこういうことは解決していて、損害は市に発生してないにもかかわらず、なぜ請求ができるのか、実損はないわけですよね。というので本当におかしな、まあ、高裁の判断はおかしいですし、それを続けることも本当におかしいというふうに思っています。
て、この自治体というか地方自治の危機という、まあ、自治権の危機ということであれば、私はやっぱり沖縄で知事が、というと稲嶺市長が辺野古新基地建設反対とあれだけ言っているのに、沖縄に対する態度はほとんど DVO とか、なんかパワハラとか、なんか本当にいじめでしかない、沖縄いじめでしかないと思っています。それから自民党が作っ発表している自民党日本国憲法改正草案が、あのご存知緊急事態宣言条項を入れていて、これを今回 熊本大分震災をきっかけに菅官房長官が緊急事態宣言条項を憲法改正して入れなければならないといったことに非常に強く抗議をしているところです。でこの緊急事態宣言条項は立法権と財政権を国会から取り上げて内閣に帰属させるというのもありますが、もう一つ地方公共団体の長に対して指示をすることができるとなっているんですね。地方自治体と政府は対等な立場なのに、それをやっぱり踏みにじっているということがやはりここにも現れていると思っています。自分たちの市をどういうふうにしていきたいか市民が決め、そして市長がそれで頑張った時にこういう形で、まあ、ずっとなんかちょっと例が悪い、でも離婚した後の男らしいパワハラを続ける、あんなことはない、なこと言ったら例が悪すぎますね。でもこういう形で頑張る首長をいじめ続けるということに対して一緒に市民がおかしいぞと一緒に声を上げたいと思います。私ももちろん一緒におかしいぞと、自治を潰すな、自治が大事だ、それに任せろと、こんな不合理な、まさに、正当性のない裁判を起こすことはおかしいという声を一緒に声を上げて最高裁まで届けたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも本当にうなずいて聞いていらしたと思います。頑張ってまいりましょう。もう一方、弁護士でですね、共産党の国会議員でいらっしゃる二比周平さんが議員がですね、九州がご出身地で急遽ですね、本当一番最初にここに今日は来て発言したいと知ってくださったんですけれども、急遽九州に飛びました。ここで欠席をお伝えしなければならないのは残念ですが、また時間を目にかかりたいと思います。続きまして、今ここに座っていらして警官市民の会の渡辺浩一郎元衆議院議員には、では後ほどお話をしていただきたいと思います。生活の党と山本太郎と仲間たちで、2期、衆議院議員を務めていらっしゃいました。また私たちの警官市民の会の仲間でもあります、渡辺浩一郎さんからちょっとこういう話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきまして、生活の党と山本太郎と仲間たち、東京19区というところでバーマンと言います、元衆議院議員の渡辺浩一郎でございます。まあ、先ほどの裁判所の裁判官のところに行きまして、ちょっと陳述を述べさせていただきましたけれども、もうこの問題はですね、政治活動をしている私の常識から言ってもですね、全くおかしいというふうに当然思っております。だからこそ、この警官の市民の会にも特にさせていただいてですね、一緒になって内知恵を出しているつもりでおりますけれども、ちょっと話をして分かりますけれども、政治活動をする人っていうのはですね、いろんな課題がある中でですね、やっぱりその問題の何が本質か、それが一つだけとりあえずきちっと掴んでおこうとする習性がある、まあ、それが一般的な常識だという見方になるんだろうと思うんですけれども、上原元市長もですね、おそらく同じだろうと思います。いろんな警官の問題で非常に難しい課題がある、手続きの問題だとか住民の人たちの意見とか他人に当たることに対して、大変だったろうと思うんですけれども、やっぱり政治活動する者の共通のことだろうと思うんですけれども、やっぱり何が本質かっていったときに、やっぱり市民国たちの市民自治の訴えをして、それで当選をしたんだから、当然それは市民自治の側に立った判断をするんだろうというふうに思うわけです。だろうと思うんですね。でそれでやってきて何が悪いんだという思いを持ってらっしゃると思うんですよ。で私はそれは正しいというふうに思ってます。で今回訴えられたのはですね、同じように私はやっぱり今の市長のですね、政治的な判断で訴えがあるというふうに見ております。政治的な判断です。だって金、お金なんか全くチャラですからね、何の国たち市に損害はないわけですから、
だからその中で訴えをしているということはいろんな経緯があるでしょうけど、これは政治的な判断でやった、これが本質だろうと私は思っています。だったらですね、どうするかということだと思います。で、上原市長は内部から見てそういうふうに今申しましたように市民自治の視点から物事を判断したと思いますけど、私は外から見ててですね、この問題をやっぱり市民自治というよりもですね、政治的活動をしているんだったら、この政治的な圧力をですね、跳ね返すにはやっぱり国たちの市民活動で跳ね返すしか私は裁判に活動はないんじゃないかというふうに思ってます。したがってですね、これは政治的な活動とそれから市民活動の戦いだと、要するに今度の高裁は政治的に利用されてるんですよというふうに私は見てます。ですからそれを打ち返したためにはですね、国たちの市民がその常識、市民活動でもってこれを押し戻すということが大事だろうと思ってます。したがってですね、私は今回私も今日初めてなんですけれども、その市民警官の市民の会と弁護団がこう一緒になって話しましたけれども、こういう市民の会とそれから弁護団がですね、毎回とは言いませんけれども時々ですね会って意見交換をするということをぜひしていただきたいというふうに思います。私ども市民の会は裁判所に行けないんですよね。私どもが直接の寺田一ちゃんにですね話を持っていくわけにいかないんですよ。したがってそれは弁護士の方を通じて意見を伝えるしか方法ないですから、したがってですね、時々毎回とは言いませんけれども時々弁護団の方たちと意見交換をして、私たち市民が本当にどう思っているかをぜひご理解いただきたいことをお願い申し上げ、私のご挨拶に感謝させていただきます。どうぞ頑張りましょう。皆さんどうもありがとうございます。政治的な目論みの濃厚なこの件に対して市民活動で、跳ね返していこうという、そこに共に活動するというお発言でした。どうもありがとうございます。私たちですね、市民活動で拡大警官市民の会を続けてまいりまいっていますが、本当に同じ仲間でですね、分かった者同士だけで小さくまとまっているつもりは本当になく、それなりに自分たちにも厳しく課題を課して毎回このようなチラシを作ってまいりました。カンパを募ってご支援いただいている方も感謝しておりますけれども、その都度の議論は毎回大変厳しくもあり、楽しくもありますけれども、厳しくどのように人に物事を伝えていくかというところで真剣であるつもりではあります。今日もせっかく集まってくださっていますので、その過程を一旦ここでですね、中心的に活動していらっしゃる末吉さんから話をしていただいて、そして皆さんから、どういうふうにしていったらこの件広がるよというところに末吉さんの話を一旦聞いていただいた上でですね、ご意見を各地域の活動していらっしゃる皆さんからいただきたいと思いますので、一旦お聞きください。よろしくお願いいたします。清吉でございます。昨年の12月の22日に、この高裁による不判決を受けてですね、私たちは翌の1月13日その拡大警官市民の会を約20名の市民、そして市議会の議員の方もですね参加して会議を開きました。でそこで今後の運動方針を決めました。で会の運動方針はですね、まず第一に先ほどちょっと話してましたですが、その2008年に明和地所によるガラスの損害賠償裁判が終了して、9、8年が経ってですね、やはり市民の間に非常に景観問題に対する風化が進んでいると。で、まずそこで17年にわたる今までの経過と問題点を整理する。それをまず第一の方針で、それを周知していこうと。から第二にですね、この裁判で裁かれているのは、ここが非常に重要なポイントなんで、先ほどから皆さんからも何度も発言ございましたように、これはやはり裁かれているのは上原元市長ではなく国立の市民自治であり私たち市民なんだと、その問題を国立市民だけではなくですね、広くその社会に発信していこうじゃないかと。でこの2点を運動の方針として掲げました。で、市民の会はですね、毎週水曜日に、定期的に定例会を開いて、4月の13日ですかで14回を数えております。でその間にですね、お手元にちょっとお配りしましたですが、こちらが1号、あそこに大きく貼っておりますが、
その1号のチラシ、これは2月、末にですね、これまでの裁判経過とその問題点を周知する内容でお配りしまして、国立市内に2万5000個配布しました。そしてから次がですね、3月末に第2弾ですね、これお手元の方にナンバー2と書いてありますが、こちらは国立の市民自治の歴史を中心に、いわゆるこう上原市長が裁かれているのは国立の市民自治であることを訴える、内容になっております。それをやはり同じく2万5000個を配布しました。で同時にですね、3月からは街頭で駅頭でですね、除染活動を開始して、市民にチラシを配布するとともに、まあちらにもございますけれども、その上原元市長に4300万円を請求すべきかと市民に問うですね、シール投票も実施しています。で5月の連休明けにはですね、まあ、第3回目の第3弾目の全国配布チラシを作成するとともに、国内市内でですね、国立市内でですね、シンポジウムの開催をできるだけ早く開こうじゃないかということで今計画しております。まあ、これからも市民自治が地方自治の危機をずっと訴え続けですね、これは市内だけではなく全国に対して私たちは働きかけていきたいと、でこの不当な判決を覆せるようにですね、粘り強く運動を取り組んでいきたいと思っておりますので、どうも力強い支援をですね、これからもよろしくお願い申し上げます。以上、私からの報告は以上でございます。先生ありがとうございました。まもなく終わりに近づいてまいりましたが、次につなげる意味でご発言ございましたら、どうぞ手を挙げていただきたいと思います。あまり無理には申し上げませんが、こんな風にしていったらいいというようなことがございましたら、ぜひ教えていただきたいと思いますし、今日はアンケートがアンケート用紙を入れませんでしたので、直接にまた私たちに伝えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。上原さんの、はい、はい、じゃあまとめていただきましてお願いいたします。本当にお疲れ様です。今日は初めて院内集会という形を取らせていただきまして、国会議員の方にご出席いただいて初めての経験です。で今日は予定をされたけれども、まあ、国会って常に動いてますので、来れない方もいらっしゃいますが、菅さんは時間の変更っていうのが伝わってなくて、実は早くいらしてお帰りになったんですね。それから安倍智子さんも本当に参加したいっていうふうに言ってくださってたんですが、地元でどうしても抜けられないんでごめんなさいっていう連絡が来ました。国会のその議員さんにもやっぱり今地方自治の時代って安倍さんに言ってるにもかかわらず裏ではこういうことやられてるっていうのを知ってもらうってとっても大事なことだと思います。それからやっぱり皆さんはがきでいろんな思い出をくださいっていうことをお願いしてるかと思うんですが、できましたらね、ワンパターンのはがきで来るとね、なんかまた来たか、私も経験あるんですよ、日の丸の問題の時にね、頑張れっていうメールを500通いただきました、全国から。で右翼のワンパターンのメールも500もらったの。だね、それって全然やっぱりちょっとこう印象がね薄くなっちゃうんですよ。ああどうせなんか組織的にやってるなって。だから書けるよっていう方にはぜひ独自の文章を書いていただいて届けていただくと、もっとこうアピール高いかなっていう気がします。どうしても一言を書きたいという方にはぜひハガキを使っていただければと思いますけれども、やっぱり浸透させていくっていうことがとっても大事な私たちの仕事ですので、国立以外の方もたくさん来ていらっしゃってますので、ぜひ市内にも広めていただいて、芸術ネットでは本当にいつも発信していただいておりますが、また皆さんお友達とにも何か書いてよっていう形で書いていただけると大変ありがたいと思います。本当にまたこういうことをぜひ広げながらやりたいと思いますので、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のご参加は60人でした。活動、先ほど杉内さんが話したように、
3号目のチラシ、できる限りこの問題のさらに本質を分かりやすく伝えるチラシを発行していきたいと思っておりますし、またシンポジウムを開催する予定です。今のところ TBS ラジオでこの問題を取り上げてくださったそうです。森本武郎さんをに、ラブコールを送り続けてお話しにたちでですね、スタンバイという番組をしているので、スタンバイ国立版というのをやっていただきたいというお願いしているんですが、なかなか返事が、まだ来ておりません。何か知っているという方がいらっしゃるので、ぜひですね、ここを力を貸していただきたいと思います。知っている者たちだけが集まっているのではない会をですね、広げて仲間を広げていきたいと思っておりますので、どうぞお力を貸していただきたいと思います。お力とともに、弁護団にも本当にお世話になりっぱなしで、一切のですね、皆さん手弁当で頑張ってくださっていますので、今日は会場費を取っておりません。少しだけカンパをの要請をお願いしたいと思っており、ちょっと袋を回させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いばかりで申し訳ございませんが、問題の本質、大きさは分かっていただけたと思っております。自治が裁かれるのをここはしっかりと運動の中心に据えて、これからもいつこのですね、最高裁から、これが答えが突然来てしまうかもしれません。月に1回はやはりこの最高裁前に来てアクションを起こさなければいけないなとも思いました。負けてはられません。ガッツを持って進めてまいります。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。